Welcome back to Let's Play Yakuza 0. Last episode, we started a mission on our mission to assassinate Makoto, and right now, we're in a bit of a jam. Apparently, we need to stealthily make our way to the goal, just like in Assassin's Creed, through waves of roaming enemies and stuff. So, we're doing just that. And we're almost to goal point. This wave to pass. And go. There we go. Apparently we can't save. Alright, we're in the clear now. Made it. Oh, fuck. We're screwed now. Crap. That didn't go well. もう大丈夫なの?まで、もっと遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。よし、行くで。おい、危ないから後ろにおれ。Crap. Not
done yet. We're not done yet, damn it. I thought that was the end of it. Too close. Oh boy. こっち上が。こっちや。階段降りるで。え?階段?ちょっと待って。みんな余裕ないわ。しっかり捕まってろよ。行くで。ついてこいよ。おい、危ないから後ろにおれ。 Well. I can't reach that, damn it. Oi, 危ないから後ろにおれ. あとはここを突けば、 奴らを振り切れるはずや. てこずらせてくれたな、兄さん. 誠ちゃん、 渡してもらおうか。 しつこいやっちゃな。お前はここでじっとしとけ。はい。誠ちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。 それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。 お前ら何もんや?なんであの女狙うとる?お前そんなことも知らんと、あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。
Next cutscene. Well, it's a dead end. Omae daijoubu ka? Oh, come on, cliffhanger? Really? Oh well, let's see what happens next.始まりは、アジア最大の陥落街、神室町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆、桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく、決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは、風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐、 久世健能会会長、久世大作。その最終的な狙いは、空の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡む神室町再開発計画にとって欠くことのできない空の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。 橘不動産社長、橘鉄。その背後に隠された風間の意志が、桐生の運命を大きく変えようとしていた。
Alright, chapter 5. Everyone. What will happen here? それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ。とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ。そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあ、そこも堅気には思えねえけど。なあ。そうだな。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話や札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬を効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が町を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が仇の仕事するって？ああ。織田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な肩の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。分かった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。About to kill you, I see. Matchi awase made jikan dore gurai aru da? Sonna ni wa nai na. Dekireba Kamuro chou de kaimono o sumasetai. Sore ja anmari sentakushi wa nai na. Kono chikaku de bizinesu yō no fuku utteru mise tsuttara Nakamichi dōri ura no menzu suits ka.中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。Buy civilian clothes. All right, easy enough.
Right here. Well, that's about all I can do for now. No, what are you doing? Just wait. Oh hey, it's MIB. それにしても、おめえ、俺に服の見立て頼むってことは、センスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。これは別に、無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや、普通で言って言ってんだろう。 So that's where it is. Still have to do that quest, though. 面倒だな。やっちまうか。 Oh,
何すんだよ。おお、そういやおめえガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだったか。ああ、たまに好きな服選べるって時もよりによってそれ買って服ばっか手に取ってた。地味っていうのとも違う、よくわからん柄の入ったシャツとかよ。さあな、忘れたよ。でもよくそんなことを覚えてるな。今だから言うけどよ、俺はおめえみてえな服だけは選ばねえようにと思ってファッションに目覚めた。おい、そこまでひどかなかったろ。一丁前に傷ついたか。でもまあ今回は俺がついてんだ。大事な兄弟を悪いようにはしねえよ。よろしく頼む。任せとけって。Wait, is this the right store? I don't remember. Oh yeah, I can't do the quest now. That's it.Anyway, time to pick up some clothes. ついたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ。無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが片木ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。 What exactly are they looking at? お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどくせ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。
何笑ってる。いや、やっぱ何着てもまるで肩着に見えねえと思ってよ。お前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いやでもよ。 He's having a lot of fun. お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。 He's having a blast. そっか。よし、分かった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで、兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ？ はなっから俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ、橘不動産の。 なんてやつだっけ。小田だ、キッサールプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリル。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当起きてる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。 You know what time it is? It's side story time.何？ はい。
We'll go with parcel. そうだな。Glad to help. Time to have some fun. Bowling alley time. See something on the ground. There we go. Go for 10 frames. We'll go all the way. How's that sound? So I get to choose the ball. Oh, fuck. Look at that last pin. Watch me in action, baby. Huh. Oh, yeah.
Make it 3 for 3. No. Look at that. Look at what I did there. Round 7. Let's go full power now. Dud. Huh.
shit. Do you see that? All right, final score is 121. Interesting. Making lots of friends here.